北脇登は、日本のシュルレアリスムの画家。北脇登、自画像1947年に愛知県、名古屋市出身。父が単身朝鮮半島に渡ったことから、1910年、母親と京都に住む、おじの広瀬光生のもとへ移る。次来、北脇は死亡するまで京都をほとんど離れなかった。1915年、京都市立道田神城小学校を卒業。 同年、同志社中学校に入学。1917年、同校を中途大学。1919年2月、鹿野小木武四郎の画塾に入る。1930年4月、津田政府の画塾に入る。1932年、第19回日課展に初入選。同年9月、京都洋画協会の結成に参加。1933年10月、 独立美術京都研究所が開設され、その委員となる。1937年6月、京都青年芸術家クラブ結成に参加。1939年5月、福沢一郎ら40名の全英活動家と共に、シュルレアリスム運動で知られる美術文化協会の創立動員となる。シュルレアリスムと日本文化、さらには、 数学等の自然科学との融合の方向性を探り、その作品はヨーロッパのシュルレアリスムの真似にとどまらない、日本的な独自の境地に至っている。北秋の作品としては、カラフルで幻想性の強い写実的な作品がほとんどであるが、ほぼ完全な抽象絵画も制作している。デカルコマニーやコラージュも制作した。同時期の画家としては、小牧健太郎や今井健一と交流した。 1948年6月、六幕炎を発病。1950年4月、肺結核を診断される。1951年12月18日、死去。50歳没。独活、独活と空港は、北脇の作品の中でも、見立てタイプを代表する作品である。空港は、村上春樹の短編集、神の子供たちは皆踊るの表紙、裏表紙、 扉絵に使用された、最初の新潮文庫版の表紙にも使用された、空港、ありがとうございます。